残念ながら今のシュートは取られておりません。どれ？レイさんと早いんだよね。体力ない人にからしたらきつい2人だ。本当にやめてほしい。やばい、起点は朝日やばい、朝日ルーレット完成形になりつつある。お、激しすぎる。いやこのドヤ顔、見てください。このドヤ顔、その前の足がまだなんか耳を押さえている気がする。あれ見てないよ。あれ速攻やり返した。誰ナッツっぽいね。誰ナッツアシストはこの顔ありますね。もうあの手の上げ方やばい貫禄すら出てくる。呼んで。一人じゃ無理だ。おー、ナイスか。さあ、ここはシュートの手配がブンブブーン、ブンブブーン。あー、やばい。お、ジョーさんが2連続で止めております。さあ、ベさんに恨みがあるかのような。ナイスパス今アシストジョーさんまあ残念ながらアシストがジョーさんだった気がする。さあ、アメフトの時ナッツのポジションはどういうところだったんでしょうか。ラグビーね。ラグビー。あれ、シンジはどこだったの。俺、スクラムティングでした。マジで。でもあの日本代表のやつ見るとちょっとタッパが心細ない。タッパ、いや、一番前やからタッパそんないらんのよ。あ、そうなの。スクラム要員。スクラムってなんかさ、なんかすげえでかい人たち、いろいろとがやるようなイメージしかないじゃないとさ、潰されそうじゃない。俺だって3桁だから。あー、そっか。ドラム缶って言われてましたねじゃあドラム缶信じて今度からドラム缶もしくはドラえもんと言われてましたね。やばい。お、
来た。日本代表の何回か見たんだけどさ、試合五郎丸がシュート決めるのすごいと思うんだけど、うん、得点王みたいなあんじゃん、はいはいはい、あれずるくない？ずっと蹴ってれば多分1位だよね絶対。まあそういうことなんよね結局、うん、蹴ってたら。あと何っけ、オールブラックス、うん、どこだっけあれ、ニュージーランド、ニュージーランド、あれのさ、なんとかカッターって人がすごかった。なんだっけ、ダンカーター、ダンカーター10番でしょ。うん、そう、なんかめっちゃ何回かタッチラインじゃなくて、なんだっけ、こう、ボール、トライ、うん、単独で決めてたような。あ、トライだったら違うやつか、僕のやつか。なんとか勝った、なんとか勝ったって言ってたんだけどさ、見てたらすっげえ足速いし、切り返しが半端じゃなかった。それでも体重100キロ近いからね。そうなんだ、死ぬわ、ぶつかってきたら。そう、事故だわ。ワンプレー、何かが起こる、もうかー、うわー、おーっと、キー終了、もうキーパーがかわいそうになって。